ご徳五ごは、炭火などの上に設置し、鍋や夜間などを置くための器具。具体的にはろ、いろり、火鉢、七輪、コンロ、等々の熱源上において、鍋、夜間、土瓶、鉄瓶、焼き網などを乗せるために用いられる指示具を言う。金属製のものは、金輪とも呼び、図素に用いる道具としてのご徳は、伝説、橋姫など、や、脳の演目。 鉄輪を通してこの名でも広く知られている。五徳という文字から樹境における五条の徳を挙げる向きもあるが、語源は次の通りである。古来、日本では、いろりにおいて、鍋や釜で煮炊きをするときは、自在割と五徳のいずれかを用いた。初期の五徳は三棒に足であり、缶を上にして用いた。これは古くはヘっツイコ、くどこと呼ばれたもので、古代の家内に由来するものである。 現代でもよく知られる形状のごとくは、桃山時代、千里宮の指導下で茶釜などの開発にあたった釜師たちによって乱出された。すなわち、茶道の始まりとともに、室内で用いる小型の炉、茶炉、または風呂が現れ、この時、ヘッツイコを従来とは逆向きに設置し、爪を上にして、使うようになった。この過程で、くどこの読みも逆さまにされ、ごとくと呼ばれるようになった。 ごとくは当て字である。開発されて間もない頃は、様々な形のものがあり、鎌氏、辻四郎の手によって、マムシ刀、長爪、牛爪、片爪などといった爪を持つごとくが作られた。弥生時代の後半には、足がついた形の土器として、すでに存在し、鎌倉時代には、現在も見られる三本足、または四本足の鉄製のごとくが作られていた。 材質は基本的に金属、主に鉄、稀に真鍮や銅であるが、太平洋戦争中など、金属の不足が深刻であった時代には、陶器製も多く作られた。いろりでは、鍋や鉄瓶を火にかける際、ごとくと自在針のいずれかが必須である。近代以降では、ガスコンロの周りに、 足や爪だけが設置されたような簡易なタイプのものも、ごとくと呼ばれるが、近世以前の普及型の場合、ごとくは、缶と足で構成される。上に置いたものが安定するように足や缶に爪や網が付いている場合もある。缶と足のどちらを上にしても、ごとくという。釜や鍋の置き方によって、缶や網の上に釜を置くタイプのおけごとくと、缶や爪に、 釜の底を引っ掛けて釜を据えるタイプの据えごとくといった分類がされる。また、缶の形によって、缶が丸い丸ごとくや、缶が四角い角ごとくといった分類もされる。また足の数によって、三本足の三本足ごとく、四本足の四本足、ごとくといった分類もされるが、他にも様々なタイプがある。その他、ヘッツイ専用にしつらえられた。 様々な形の特に名のないごとくもある。また、ごとくと一体化した、旅金は、旅金ごとくロガネごとく付きと呼ばれる、ごとくを主体とした場合の故障は、旅金ごとくで、形状によって、丸旅金ごとく、角旅金ごとくと呼び分けられる。形状ではなく、可動式という特徴による分類では、自在ごとくがあり、これにあたる吉原ご徳や可動式の一本足ご徳、 一本足自在ごとくは全く異なるタイプでありながら、それぞれが自在ごとくとも呼ばれている。近現代以降に登場してきたタイプのごとくは、ガスコンロ、据え置き式ガスコンロ、据え付け式ガスコンロ、ビルトインコンロ、およびカートリッジ式ガスコンロ、カセットコンロに使われるが、近世以前からあったタイプとは異なる部分が多く、足のないものが多数を占める。 コンロとして昭和時代からの普及型と言えるガステーブルコンロに備え付けのごとくは足がなく正方形六本の爪を持つのが一般的で平ごとくと呼ばれることもある。また業務用や家庭用の高級流すコンロでは上部全面を覆う全面ごとくやそれに近い形で使える補助部品としての全面補助ごとくがある。業務用の全面ごとくの中には 熱源以外の上部全面を線ではなく、面で覆ってしまう天板を兼ねたタイプもあるが、これのみを指す特別な名称は確認できない。なお、全面ごとくや、全面補助ごとくに対しての従来のごとくの呼び名としては、個別ごとくがある。カートリチ式ガスコンロのごとくなどでは、本体と一体化して取り外せないものも、少なくない。中華鍋を一般家庭の調理場や時に料理店の、 厨房で使う際に用いられる感状の金属製器具は日本では中華ごとく、中華鍋用補助ごとくなどと呼ばれる。中華ごとくは鍋の丸底が缶の中にはまり込むことで安定性が確保できるようになっており、鍋を振った後にごとくの缶の内側に戻すと一定の位置まで自然に滑り落ちていく構造になっている。よく普及しているタイプの中華ごとくの場合、基本構造は 金属板の缶であるため、燃焼に不可欠な通気のための穴や切れ込みがついている。その他、波打つ缶の形を取るタイプもある。日本で中華鍋を使う場合、丸底の中華鍋と日本に一般的な平ごとく、ガステーブルコンロについているごとくは少々相性が悪く使えば接点が少ないために左右へのぐらつきが大きい。 これを改善するための日本特有の中華ごとくも作られており、六本爪や四本爪の平ごとくに対応した、噛み合わせて固定するタイプなどがある。欧米文化圏の調理場にごとくはなく、平面的な構造の鉄格子状の補助器具が用いられている。そのため、例えばコーヒーの抽出器であるモカエキスプレスをガスコンロで火にかける場合、 本来必要なガスセーフティを用意できない上にごとくが設置されている日本の調理場では使いづらい。特に一般的なガステーブルコンロで使われている平らごとくとは形状的に極めて相性が悪く座りが安定しないどころか転倒の恐れがある。これはごとくの立体的形状が招く不都合であるためごとくの上に焼き網を乗せて平面を作ることで解消できる。 古徳門は、古徳を図案化した家門である。使用については、儒教の、人氏、義、礼、里氏、真の古徳にかけた、ともされ、また、恩、良、安氏、剣、譲るにも通じるという。徳川幕府の旗本であった引田氏や鎌田氏、平野氏などが用いた図案には、丸ごとく、真向いごとく、ごとく、真向いごとく、ごとく、ごとく微子、 末えごとくなどがある。鎌倉時代の土蜘蛛造史には、不送信妖怪の一種の原型とも言える描写があり、その様々な妖怪の描写の中には、ごとくと牛が合体したものが描かれ、以降も室町時代や江戸時代において、絵巻物や浮世絵などで、ごとくの妖怪や、ごとくと牛が一体になった妖怪が描かれた。ごとくの足の爪、返しの形状の種類にも、 牛という言葉が使われており、五徳を牛の頭部や角に見立てたことが伺える。また、五徳猫は、江戸時代中期の浮世絵師、鳥山石縁の手になる、妖怪画集、百奇連れずれ袋に見られる詳細不明の妖怪で、三筒めごとく、鬼爪ごとくを頭に被って、いろりの火を起こす姿で描かれる猫の一種である。平安時代にはすでに行われていたと言われる。 牛の時参り、恨みを抱く対象者に最下を与えるために行う、図書の一つにおいて、鉄輪、金輪、わ、ごとくは、儀式の上で用いられる道具である。手術者、図書を行う者は、白装束を身にまとい、冠のように頭に被った鉄輪にろうそくを立てた姿となって、牛の時、午前一時から午前三時頃に、新木のある場所に出向き、結界を破るため、 図素対象者に見立てた藁人形に五寸釘を打ち込んで、牛などの姿をした妖怪を呼び出したと言われる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。